ピンポンパンポン。この動画には以上の要素が含まれています。ご理解の上視聴してくださいね。はい、毎度どうも、ゆっくり霊夢よ。ゆっくりさないです。脳を焼かれた達也です。前回失踪をクリアし、戦闘ログも回収完了しました。オールマインドはこれよりリリース計画に対する最後の障害、観測者たちの結社オーバーシアーの殲滅戦を開始します。うわ、彼らはザイレムをバスキュラープラントに衝突させ、コーラルを消滅しようとしている。あなたにはそれを内側から阻止してほしいのです。ウォルターの期待あれだったわよね。目標はザイレム制御中枢に仕掛けられたパラサイトモジュールの全破壊。これによりオーバーシアーが掌握している完成系統を正常化し、オールマインドによるカウンターハックでザイレムを強制停止させる手はずです。なるほど、内部破壊活動。猶予はありません。ザイレムが制動回避限界ラインを超え、バスキュラープラント衝突が確定するその前に確実な遂行をお願いします。ふむ、ザイレム内部ってことは入り組んでる。あそこか。機体は虎徹のままで、前回入手したコーラルブレードを装備。オールマインドはオーバーシア。そこよな。お二人を相手にするわけですもんね。始めましょう、レイブ。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始。オーバーシアーの仕掛けたパラサイトモジュールをすべて破壊します。制御ブロックにはバレ。これどれくらいの射程なんだろう。トレーニングで検証してないまま持ってきたので把握してないんですよね。結構長そうな感じねー。我が先立って潜入させたゴーストが点在しています。これもオーバーシアーカーラにより制御を奪われている状態ですが、無力化すればパラサイトモジュールの位置情報を引き出せるはずです。チャージをあの高速機に当てるのは難しいですね。縦切りなので、これまでと狙える場面が変わってくるのが面白い。見てるとかなり違う武器に感じるわね。クールは結構あるので、ダガーとうまいこと切り替えつつですかね。モジュールの破壊を確認しました。カウンターハックおよびオーバーシアーとの交戦を開始します。あら、ここにもステルス機が。なるほど、ステルス機を破壊すると位置がわかる仕組みですね。手強い。そっちで戦ってるのか。無限ブロックの状況は。無人 AC が6機、いずれもベスパーのデッドコピーだ。コピーって笑えないね、ボルテ。ミッション進めましょう。目標の破壊を確認。残り3機です。さすがにまだ他の格闘武器のが慣れていますね。試し振りしてると被弾がかさんでいます。進みましょう、レイブ。旗色が悪いね。こんな時ビジターがいれば。姉さん、621は死んでなどいない。あんたもそう考えてたかい。ザイレムをブロックする準備をしておけ。あいつは選択した。今や俺たちにとって最大の脅威だ。しかもバレてる。急いで。さすがル、先手を取られたら終わりです。残り時間2分切りましたね。こういう時間がつくのは焦りますね。あ、うわ、久しぶりに箱。戦闘ログとアーカイブは集めたようですが、そうか、これがありましたね。あ
そうなると最初のエリアはろくに見てないぞ。ログやら終わって一安心してたもんね。探索する余裕はないですよ。とりあえずクリアするか。ハンドラーウォルターはやはり感づいている。問題はありません。それも想定内です。全ての目標を破壊。残念ながら敵の方が一手早かったようです。強化人間 C4621 レイブン、ザイレム制御中枢に向かってください。ハンドラー・ウォルターおよびカーラ、この両名については私が対処します。対処？あの二人を。自信があるようでしたが。それにしても中枢？前週でチャティとカーラがいたところかしら。ふむ、ということはチャティが待ってる感じですかね。急げと言っても、とりあえずマーカー出たのを解除していけばいいのか。基本は固定式のレーザーみたいですが。狙ってくるのが、解除の場所みたいね。それが俺の仕事だ、ビジター。うおお。ちょいと様子見しすぎたわね。まあ、種がわかれば。ウォルター、後方地域に敵兵。あの機体は危険の。いや。ミスを任された以上、お前は確実に排除する。それが俺の仕事だ、ビジター。クリアするだけでと思ってあんまり避けなかったら。いやー、このレーザーかなり痛いですよ。暗い方次第じゃ一気にデッドラインだからね。ザイレム制御システム、セキュリティダウン。中央デバイスにアクセスを、レイブ。中央？これか。ボス、すまない。やはり俺は、笑えなかった。システム、完全停止。強化人間 C4621 レイブン、あなたの活躍によりバスキュラープラントへの衝突は回避されました。それからこちらの対処が終わったことも報告しましょう。ウォルター、姉さん、すまん。こりゃなかなかの後味。箱から出たのはコーラルシールド。ここに来てさらにコーラル系か。強化人間 C4621 通常モード移行。おや？特に会話はないのね。お？全周囲ですか？ほう、こういうやつだったんですね。なかなか便利そうではあるわね。まだパーツ全種の実績が出てないので、おそらくまだ箱がありそうですし、もう一度クリアしてきますか。ミッション開始。オーバーシアーの仕掛けたパラサイトモジュールを全て破壊します。制御ブロックには我々が先立って潜入させたゴーストが点在しています。これはオーバーシア。こんな足元にあったとは。いや、
これまでやってた背面探索をここでやってなかったですもんね。正直もう箱とかログはないものと考えていましたからね。でも即座に見つかってよかったわ。お前は確実に排除する。それが俺の仕事だ、ビジター。リペアキット、ダンス。リペアを2個消費してしまいましたが、さっきよりは気持ち安全運転で行ってますかね。レーザーはこんな感じで抜けております。いって、そこも当たるのか。よし、S 行けましたね。速度重視で行ったので、リペアよりは時間だったんでしょうかね。アイテム回収しつつだから1回で終わってよかったわ。入手したのはコーラルミサイルとなっていましたが、例の無人機が使ってたやつかな。 EN 負荷もそれなりにありますね。うわ、ノロノロ。ドンガメミサ系ですか。今度はマルチロック。いや、これチャージか。ミサイルでチャージって珍しいわね。飛び方、しかしこれでもまだ全パーツ揃わないとなると。あ、ショップで買ったら揃いましたね。じゃま、次はいよいよラストミッションか。といったところで今回はここまで。よろしければいいね、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた。